エスフロスト軍はグリンブルクの王都ホワイトホルム城の奥深くまで侵攻していた。総帥グスタドルフによる王族抹殺命令を知ったセレノアはレグナ王らを救い出すべく越権の間へと急いだ。第6話行け我が思いよ。大丈夫です、コーデリア様。皆様はこのマクスウェルがお守りします。無駄な抵抗はよせ。市街地はすでに制圧し、城の衛兵も片付けた。援軍は来ないぞ。創世マクスウェルといえど勝ち目はあるむ。黙れ。この命に代えても守ってみせる。エスフロスと総帥ともあろう者が乱心したか、グスタドル。それと貴様の父親、先代総帥の復讐のつもりか。見損なうな、レグナ。煙鉄大戦などもはや過去でしかない。だったらなぜこんなことを。共同採掘はうまくいっていたじゃないか。それにハイサンドが黙ってはいないぞ。貴様がこれほど大胆な手を打った、よほどの計略があることは想像がつく。その通りだ。新鉱山が私に思わぬ切り札をもたらしてくれた。ハイサンドとていずれお前たちと同じ道をたどろう。切り札、一体何のことだ。ご無事ですか、父上。ローラン。バカ者、なぜ戻ってきた。兄上たちを放っておけるものか。お前というやつは。ロラン王子にフレデリカ、それに国王たちから離れろ。このような人はグリンブルクの御三家一党ウォルホートが許さない。セレノはウォルホートだな。当主の座を継いだと聞いた。我が軍の包囲を抜けてここまで来るとはなかなかできる男だ。あなたがグスタドルフ総帥か。兄様、これは一体どういうことですか。すまんな、フレデリカ。予定が変わった。いや、早まったと言うべきか。何を言って。よく聞け。グリンブルク王家は共同であるはずのノゼリア新鉱山を武力で制圧し独占しようとたばかった。そしてそれを阻もうとした我が国の技術指南ドラガン・エスプロストを容赦なく殺害。この恥知らずな行いに対し、私はエスプロスト総帥として報復を実行したのだ。そういう筋書きか。違う。ドラガンを襲ったのは。いけません、セレノワ様。ベネディクト。逃したと思ったロランを連れてきてくれたのはありがたい。ウォルホート公、ロラン王子を渡して私に下れ。飛行はフレデリカの婿、我が義弟だ。悪いようにしない。断る。こんな暴挙に加担できるものか。ウォルホート、再びエスフロストに立てつくか。煙鉄大戦の再現というわけだな。だが同じ結末にはならんぞ。アウローラ全員殺せ。よい。やめろ。弟に手を出すな。軽率すぎる。兄上。マクスウェル、私はいい。
ロランを守って逃げろ。承知しました。早い。王子、下がってください。いやだ、どいてくれ師匠。セレノワ様、撤退すべきです。しかしまだ王が。てかコーデリア、引くのだロラン。ボルホート、王国の未来はお前たちに託す。父上、引きましょうロラン王子。おい、またノゼリアを血で染めるのか。醜いな、グスタドルフ。私とこのノゼリアを支配する闇、醜いのはどちらかな。ここだな、マクスウェル殿が言っていた場所は。はい、マクスウェル様が今脱出用の船を手配してくださっています。確かにこの包囲網を抜けて逃げるには川を利用するしかないでしょう。ただ市街地はエスプロスト軍に制圧されています。この門の先にもおそらく敵がいるものかと。わかった、ここで待とう。父上、兄上、コーデリア。フレデリカ様、あなたは知っていたのではありませんか、王都が襲われることを。そんな、私は何も。本当ですか、襲ってきたのはあなたの兄上なのに。知っていたら何としてでも止めました。兄はどうしてこんなこと。彼女も私も本当に何も知らないんです。信じてもらうのは難しいと思いますが。落ち着け、ヒューエット。俺たちが争っても敵が喜ぶだけだ。言い過ぎました。ヒューエットにとって親衛隊は身内も同然。全滅を目の当たりにして動揺するのも無理はない。だが今はここから脱出することに集中しよう。ロラン様を守るためにも。はい。皆動揺しています。無理もないことですが。ところでベネディクト、先ほどの件はどういうことだ。私がドラガン殿の剣を離そうとしたのを止めたな。なぜだ。グスタドルフはドラガン殺害をこの信仰の大義名分にしています。我々がそれを覆す事実を知っているとなれば決して生かしておかないでしょう。命ならもう狙われていると思うが。それはセレノア様がグスタドルフの申し出を跳ねつけたからです。ドラガン殿を殺したのはエスフロスト。グスタドルフの言う大義は偽りだ。従うことはできない。はい、ですがその目的は分かっていません。単に事実を叫ぶ、ただそれだけではグスタドルフの圧倒的な力の前には無力です。その通りだ。私は間違っていたのだろうか。いいえ、正解は誰にも分かりません。しかし武家として臣下としてご立派な振る舞いだったと思います。だが皆を危険にさらした。当主としては褒められたことではない。前を向きましょう、セレノワ様。生き延びれば隠された真実を調べることもできます。それはエスフロストに対抗する武器になるはずです。そうだな。生き延びよう、全員揃って。もちろんです。ともかくもマクスウェル様の到着を待ちましょう。
船はマックスウェル殿が手配されている。今待つしかない。ベネディクトも言っていたが、市街地側にも敵兵がいるかと。船に乗るには門を開けなければならない。マックスウェル殿が来るまでこのまま待機。どうして父上は俺たちが何をした。フレデリカの婚姻や共同採掘で融和を進めていた。エスフロストはどうしてここまで強硬な態度に出たのか。一番上でいくか。偽りの大義を掲げての侵略行為、どんな理由だろうと許すことはできない。許すかどうか別問題でした。グスタドルフ総帥はとても経済高い人物。これは深い理由と策に基づいた行動。理由を知らなければな、敵の策も読めない。侵略するには何か大きな計画の一部、そんな予感がする。兄様はなぜこんなこと。グリンブルク王家で何があった。追っ手が迫っている。ここも長くはとどまれない。マークセル様の船の手配、追っ手が来る前に来ればいいんだけど。フラニ王子が殺され、レグナオとコーデリア様は捕らえられてしまった。王家の命運はロラン王子にかかっている。この状況で守りきれるか。ヒューエットの鷹を使って王子を逃がすことはできないのか。勝機はある。この場を乗り切ればロラン様を軌道にして味方を集めることができる。死ぬ手が情けないことを言うな。勝機はある。その通り、脱出を果たせばきっとバルクスケア、テリオール家も立ち上がるはず。いや、どっちかしょぼかったよね。そうせい マークスウェルも助けてくれる。エスフロストの狙い次第、ウォルホートにも危険が及ぶかもしれない。ロラン様の身の安全のためにも一旦ウォルホート領へ戻ろうっていう感じか。アイテムは落ちてないよね、こんなところに。マックスウェル殿はまだか。戦い推奨レベル9。そう、こっちが王都から遠く離れた王国辺境のファルクス領スカイドリで状況を知らされた当主ランドロイ。え、9って結構じゃない。まあ、とりあえずサブストーリー行こう。おやめください、ランドレイ様。エスフロストは大軍、我らが駆けつけても蹴散らされるだけです。オートが襲われている時に御三家たるファルクス家が動かんでどうする。そこをどけ。私一人でもオートに向かう。卑劣なグスタドルフに我が弓の威力を思い知らせてくれる。もう手遅れです。伝令によればオートは完全に制圧され、ホワイトホルム城も落とされたそうです。レグナオート殿下たちの安否は不明です。なんということだ。共同採掘などという甘い夢に油断させられたこのランドロイ、一生の不覚。申し訳ございません、レグナオ。恐れながらまだ終わりではありません。敵が次に狙うのはおそらく我らグリンブルク御三家だろうな。分かった、全戦力を集めて守備を固めろ。我が領土だけは渡さん、どんなことがあろうともな。ここは弓の家系なんだ。なんか旗が弓の形になってる。さあどうする。9か。まあちょっとダメだったら鍛えよう。戦い方次第ではどうとでもなる。王子、皆様お待たせしました。なんとか一隻船を動かすことができました。まもなく
この大橋に到着します。感謝します、マクスウェル殿。王家の臣として当然の務めです。私こそグスタドルフに対する功の姿に感服しました。シモン殿は良い跡継ぎを持たれた。話はこの門を抜けてからだ。みんな用意はいいか。大丈夫だ、門を開けてくれ、エラドール。承知しました。対岸の敵に気づかれなければよいな。いたぞ。はや、速攻で見つかった。やはり来たか、数が多い。ひとまず下がりましょう。上にいるんだけど。もう逃げ道はないぞ。門を閉ざされたか。ここまでか。ならばせめて兄上の仇を。王子、どうか冷静に。ロラ、諦めるのは早い。すぐに船が来る。この敵を押し返せば脱出できます。押し返せると思うのか。あなたが力を貸してくれれば。お前は俺を乗せるのがうまいな。陣形を組め、王子を守るのだ。王子は橋だ、追え。こっちはマクスウェルがやるか。城から追っては、私はしんがりで応戦します。急ぎましょう。不要品の売却もできるんだ、金がなくなったら。でも金はそんなに売らなくても戦闘してれば大丈夫だね。ロランが死亡したらダメだ。羽橋の占領9人、まあいつものメンバーか。レベルは7とか8とかだな。この2人が5なんだよな。まあ出してないからね。で、あ、マンクフェルレベル14、めちゃくちゃ強い。後ろから来る敵相手にしてくれっかな。で、あれ、立っていた。ちょっと待って、エラドールを先頭に出して、でちょっと所持品でアイテムがあるんだよね。この先人のスカーフ、必ず最初に行動できる。これをこいつに装備させよう。で、突っ込ませよう。もう誰に装備させようかなってちょっと悩んでて、装備させなかったんだよね。じゃあ OK。 パネルで表示された場所が跳ね橋。安全に乗り込めるように範囲内の敵を全て倒してください。開閉レバー、開閉レバーを操作する必要がある。隣にユニットを移動させると門を開けることができる。敵に包囲される前に門を突破して脱出場所の羽根橋を占領する。望むところだ。ホワイトホルム城脱出。羽橋部分へと続く門が閉じられてしまった。再度あの門を開けなくては。開閉レバーは門のすぐ脇だったな。城からの追手は私に任せてください。まずは門を開け、向こう側へ。この盾が破れるかな。では行こう。周囲の敵に隠れて2ターンの怒りを付与する。まあ、一応駆け足用意しとこう。覚悟を見せよ。ゲーシカとされた。仕事の時間です。あんな、お前が何とかしろ。はい、効果的ですね。あとは任せろ。もう一回行きます。効果的です。あとは任せろ。迂闊だったな。
平和のために。こっち向いちゃおう。こっち弓兵か。見切りました。これここ弓兵って結構いろんなところであれできるな。追撃が二段突き。二段突きでも倒せない。これは突破。ああダメだ、弱いな。まあランスでいくかじゃ。どうだ。突きだらけです。押し切れそうです。でちょっと後ろ取られないようにしとこう。行きます。でヒューエット、これこっからでさ挟めない。あ正面になるか。じゃあこいつを倒しとこう。とどめ。オッケー、50ももらえるんだ。お守りします。負けられない。でここ挟めるな、まあ、ロングソードで一緒。はあ、ガラキだ。さて勝利への糸口は。ベネディクト、どうする。堅牢するか。守りを固めましょう。もう一働きするか。行きますか。でジーラは減ってんのが誰だ。アンナが減ってる。ロナも、ロナ結構減るからな。これで傷を。すまん。行きます。でフレデリカ演劇でここ。私の魔法でダブル研究の成果。で、これ回収して氷結魔法。氷結魔法はまあレジストか。どうすかな。いやめっちゃ氷結すんな。ちょっともうちょっとあれするか。敵が密集してから撃とう。うわこの弓兵うざそうだな。ここには2体か。盾兵、この盾が破れるかな。もう行こう、ガンガン行こう。後ろ取ろう。くらえ。よっしゃ、まだまだ磨き足りわ。で、こっち向いとこう。お守りします。終わらせましょう。アンナ挟む。はっ、ほらもう一丁。強い。やっ、行け。生きるために。行くぞ。で、ロラン横ランス。ここだ。もらった。誰に来る。うわこれ後ろ狙われるのか。68とか。3人追撃部隊いたぞ。ロランを逃がすな。急いでください。これ以上増援が来る前に早く仕留めます。でヒューエット、これ横で59か。いやてかね、もうこれ上のあいつは狙おう。ここまでもう行っちゃってショート棒でこいつ当たんない。もしかして上がんないと。さすがに無理か。タップ。今だ。行け。 OK。 誇りを胸にウォルホートの名にかけて。でセレノワはもう、じゃあちょっとこいつを倒しに行くか。いや、はい。あら、いいところに、はい、成長を感じます。こっちだ。弓兵。こいつも狙ってくるか。しまった。結構食らう。こいつら憲兵だから大丈夫です。情けは禁物です。ベネディクト。15、4。あんまりやっぱ攻撃力自体は強くないんだよな。味方単体の行動順を自分の直後に移動する。あそれいいかもな。やっちゃおう。セレノア、やりようはあります。
動いたばかりだからね。さあ、セレノが動けるか。よし、これ倒せんな、こいつは。とどめ。バイ。運がなかったですね。進もう。研究の成果。で、どうする？一応さ、援護取得？氷結魔法。マックスウェル殿、援護いたします。凍りつけ。狙ってくるね。しかも50も当たった。冷静に行きましょう。で、ジーラ。わあ、回復。フレデリカがマジでやばい。傷を癒して。王子も結構やばいけどね。感謝です。争いを収めるために。フレデリカでここ行って、炎が当たんな。焼き尽くします。いけ。いい感じです。理想は叶えてこそです。盾兵、あーやんだ、めっちゃ狙ってくるな。憲兵、こっち狙ってくるのかよ。まさか。こいつやられると結構まずいぞ。マックスが完全に無視されている。腕が鳴るぜ。エラドル、これ横取って羽橋開けるか。あー、もう開けるで終わるのか。開けよう。門が開いたぞ。進むんだ。向こうの門も開ける。盾兵4体か。城から逃がすな。王族は一人残らず捕らえろ。邪魔する者は殺せ。ロラン王女をお守りしろ。敵がどれだけ来ようとも持ちこたえてみせましょう。橋の上にもエスフロスト軍がいるな。相当して橋を渡るぞ。でこっち向いてお守りします。マクセル、せっ、狙い通りで撃します。やっちゃうこれ。魔法の発展のためにそろそろ回復を。あー、回復しないとまずいよね。57か。こいつ129あんのか。厳しいな。倒せるやつを倒すか。はい、もう一丁。やっぱ杖ダブルアクション回復しよう。いただきます。いいな、別に攻撃をしなきゃいけないっていう。俺は負けんことはないからね。でとは言えだよ。ランス2位いけんのも悪くない。ガラキだ。OK。 こいつらは弓取りないから飛びましょうか。大丈夫。落とすかな。横ショートボー。せい、ちょっとしか当たんない。あんな、くっ、うわ。さあ、行こう。で、ロングソードの、はあ、勝利への糸口は。で、ベネディクト。ベネディクトどうする。チーラのヒットポイントが若干まずくて、これってまずいんだよな。第使おう。戦況を変えましょう。ございます。ウォルフ仏の未来のために。それでは。で、氷結魔法か。ここいけんな。あ、間違えた。しまった、人しか入ってない。誤作動した。もう背を預ける。あ、こいつまるで厄介すぎる。でジーラはジーラで、だって結構減ってるもんな。せめて後ろは取られないようにしよう。回復魔法、これで傷を。学んだ力で今こそ。挟むか。1しかないから攻撃しかできない。
かわガラ空きだ。皆を導くために。いやー、サンデ君ね、誰狙い死ぬ勝った耐えてくれ。まだ研究が死んだ。マクスウェル、マイル、トクトミオ、こうしとけばかかってこい。挟めるようにしとくか。あのユニヘってさ、こっち狙ってくんの、こっちまで来たらそれなさそうだな。突破しよう。こいつ勝てるから大丈夫だろ。仕事の時間です。でアンナも突破しよう。回復弾薬いただきます。ダブルアクション使える。終わりや。来る。当てるかよ。しかもかわしてる。もうあっちはマックスウェルに任せよう。勝つぞ。でここに来て一応もう回復使っちゃおう。もらうぞ。意地を見せねば。こいつここでいいのかな。いや射程に入ってんな。でもアイテム回収したいから台使うか。今こそ。もう厄介すぎる。負けられない。後ろ狙うか。じゃあセレノは。はあ、ほらやった。最善の手を。ベネディクト、とりあえずじゃあ2か。あれを使っちゃったからな。まあいいや、行動終了しよう。弓兵フレデリカ、ね、俺だ。70とか。マジかよ。行きますか。ただ一気に回復は持ってくるはず。傷を癒して感謝です。学んだ力で今こそ。炎消えよ。焼き尽くします。よし、ここはまだ当たるか。創世の名にかけて。サンクワン、ご命令。射程が広い。ちょっと見づらいな。後ろ狙えるね。アンナ頼む。効果的です。ガラキだ。さて、これはもう一発いくぜ。はっ、押し切れそうです。ガラキだ。腕が鳴るぜ。で倒せるやつはやっぱり倒したいから、なんかでも挟まれないようにはしたいよね。どうだ。横一列に来れば。うわ、体格だ。鋼の背中とか。よし、これ挟める。二段突きいっちゃおう。はい、気がけの太刀。何この力を。平和のために。あ、なんか攻撃しだした。倒れろ。よっしゃ。しかもさ、普通に経験値もらえるんだけど。魔法要員が欲しいな、この盾を。みんな背中取られないようにしてるわ。くわ、制してみせましょう。ここだったらもう弓は当たんないよね。ザク、ガラキだ。ザク、よっしゃ。アメリカの人、カイウォルホートの名にかけて。いや、もうここも突破する。で、フレデリカ様に、ま、50の回復をあげよう。使うな。これで戦えます。どう攻めるか。ベネディクト、ここまた集中攻撃食らいそうだな。今だってとか、今だっていいな。フレデリカ行こう。準備は抜かれなく。これいいわ。これ覚えてからかなりなんか。行きます。ベネディクトよく覚えてきた。
て、しかもただ盾しか使えねえわ。アンナ狙われそうだからな、盾貼っとこう。皆さんのために。これはこのカウンター、しょうがない、これはしょうがない。行きますか。でジーラ、もう自分のヒットポイントは大丈夫か。ベネディクト回復させておこう。じゃあ回復します。ありがとうございます。あのアイテムはもうしょうがないわ。マクセル、頼むぞ。仕事の時間です。ちょっと待ってね、やっぱ挟まれないところにいたい。片付けます。はい、で行動終了でこっち。お守りします。俺が相手だ。エラドール、エラドールもう一歩前で駆け足も関係なしに体当たり。いや、いける、こいつは硬いから。出番だな。狙えるはずだ。シルド、うわ、押し出された。行って、行きます。連続性奴らだな。暗黒の矢 89%89%、 まあ手前やったら倒していくか。手にはさせない。ベネディクト、しょうがない。パワーブレード、どこから攻めるか。行っちゃったらさ、こっちに来ちゃうじゃん。足行動して危ねえ。ふん、硬いのよマジでこいつら。勝利への糸口は。ベネディクト、誰か減ってるっけ。ちょっと回復がないかと一歩しかないけど、エラノールがそれなりか。戦況を変えましょう。行きます。フレデリカ、そうか、さっき炎盾やってたからあれがないわ。 TP がない。来た氷の矢、氷の矢。回復はお任せを。自分で回復しながら進むしかない。回復します。ご命令。ここでこいつにソロやっとく。耐えられる。ポイント高いからな。ダブルアクション勝って、マジで勝って。いきます。手加減なしです。誰を聞いたでしょう。勝つぞ。でドラン、ドランはちょっとあんま死ねないから後ろからずっと、はい、この盾が破れるかな。エラドール、ここに行こう。体当たり68、62。あいつ暗闇になってるか。先にこいつぶっ倒すか。油断した。いや、これが厄介だな。いや、うわ、いや、まだいけます。敵も食らってるし、こいつ25、後ろから狙えば倒せるんじゃね。厄介だ、何気に。誇りを胸に。オッケー、氷魔法くんがちょっと死んだのが痛いな。痛い。暗闇当てるかよ。争いを収めるために。で、フレデリカ様、ようやく炎が使える。もう全員焼き尽くす。焼き尽くします。強い。これがフレデリカ様、魔法。マクセル大丈夫か。ウォルホートの名にかけて。セレノア、挟めるのはここか。ロールソード、くっ、はい、火だらけです、
どう攻めるか。ベネディクト、魔法のさ石って一マス？でもまあなんか倒せるな。使っちゃおう。これはどうです？いいね。あ！油断した。狙われてる。仕事の時間です。さて、こいつ11だから。いや。倒せるやつやっぱ倒しとくか。アイアンダーが。仕留めます。スキャリ。アビリティ。青を使えレベル10になった。物がないけど上級職になれんな。隣接する高低差15以内のマスに突入できるかわかんないけど。まあいいや、攻撃したことでやつ。はい。でも怖いですね。でここでようやく回復します。弓兵から成長を感じます。手加減なしです。とっと見よ。出番だな。でロラン。これダグで切ろう。突破好き、あそこだ。あいつ。どうだ。暴けます。いいね。この盾が破れるかな。でエラドールが盾攻撃して。どうだ。ミスって。何体マジかよ。油断した。何の。意地を見せねば。でこれ後ろからショートボールでこれで絶対倒すじゃん。ダメ。倒れろ。行きます。でフレデリカ、まあ。攻撃しとこう。炎のショー。今だ。正しいと思える世のために。負けられない。で、正面から切っとくか。じゃあ。くれ。はい。うわ。パワー。改善の手を。でベネディクト。後ろから殴ればもう終わりか。よろしく。従ったまでです。これで制圧完了でしょう。38、2040。ちょっと回復薬買っとこう。皆さん、船が来ます。急いで移動。ロラン王子、兄の敵を撃たなくてよいのか。アブローラ。こいつ逃げるがいい。代わりに貴公の父親の首をはねるだけだ。俺は逃げない。目の前の悪に背を向けてたまるか。ロラン王子。若いな。千載一遇の機会を逃したぞ。ここは任せていきなさい。師匠。ロラン王子、あなたの行いは人の生死を左右します。上に立つ者として正しきご判断を。ウォルフォートの皆様、王子を頼みます。離せ。どこまでも邪魔立てするつもりか、マクスウェル。ここから先へは行かせません。計算づくか。ならば。どうやって乗ったの。試合の時とは別人。模擬戦ごときで手の内を晒すわけがなかろう。なるほど。ですがこれで終わりです。
げえ。これを食らって、まだ認めよう。お前は強い。私の次に。グランドクロス。行け、我が思いよ。終わり。